にある海抜20メートル周囲約 2.6km の陸形島で多くの釣り客でにぎわうフィッシングスポットとして知られる島の入り口付近は砂浜になっていて島に向かって右側は前浜左側は恵比寿浜と呼ばれている恵比寿浜は夏期間の海水浴場としても使われている恵比寿浜からは江差に伝わる義経伝説にある バイワーを望むことができる。前浜川の島の隣には高さ約10メートルの兵士岩があり、古来より漁民の守り神として地元漁師から崇拝されている。2015年4月には、五福島神社建立400年を記念して、五福島神社400年記念実行委員会の有志によって、兵士岩の前に鳥居が建立された。鳥居は、 五福島神社と平志岩を望む方角を向く位置に設けられている。前浜から島の上部に上がる階段の途中から村上の井戸と呼ばれる井戸を見ることができる。かつて、かもめ島に停泊していた北前船の忌み用水の確保のために江差しの問屋、村上三郎上門が掘ったという。かもめ島のそばに遊歩道の橋が設けられていて、平志岩を角度を変えて望むことができる。 かつては、島の縁に沿って遊歩道があったが、調査で、崖崩れの危険が判明したため、崖から離れた海上に橋を架けて新たな遊歩道を作った経緯がある。島から伸びる、防波堤の付近には、かつて、北前船港駅に使われていた船の渓流跡があり、杭の一部と杭を差し込む穴が、今も残されている。その、北前船係留跡の付近には、 1986年6月14日に、江差市に寄港した復元北前船、新越丸の開港を10周年を記念した石碑が建てられている。1889年9月15日から点火されている、航路標識の鴨目島灯台がある。現在の鴨目島灯台は、外側に階段と手すりを追加して、展望台としても利用されている。 1932年に江差市追い分け会本部の会員と参所会員によって建立された江差市追い分け記念碑がある。島の中央部にはあずま屋を兼ねたステージ施設が作られていて、江差市カモメ島祭りのイベントなどに使われている。1615年に建立されたいつ島神社がある。建立当時は、ベザ天社と名付けられていたが、1868年に、 現在の名称に改められた。境内には、シュの先導たちが寄進した蝶図鉢が置かれているほか、天保年間に、根流の鳥居が波で破損して、後に、その一部が、海底から引き上げられた鳥居の柱が残されている。五福島神社に隣接する島の一角に、餌い分け普及に尽力した歌手の、浜田貴一氏の銅像と、同じく、餌い分けに、 尺八番荘を導入することで普及に貢献した、庄司と与太郎氏の記念碑が建てられている。島の上部北側は、キャンプ場として開放されている広場がある。キャンプ場は無料で利用できる。ただし、かもめ島は、全体が、同立自然公園であり、北海道の条例によって、 火器の使用が制限されているため、地面上で樹火を使う行為や花火が禁止されている。1852年に、正木藩が沿岸警備のために設置した砲台の跡が2箇所、残されている。島の北側のものが、手返しダイバーと、島の南側のものが、気熱火ダイバーとと呼ばれている。島の裏側には、波の侵食によって作られた、平坦な部分があり、 たくさんの畳が敷き詰められたように見えることから、戦場時期と呼ばれている。戦場時期にも、吉常伝説の話があり、弁慶の力石と呼ばれていた巨石が、昭和9年の函館大火の日に発生した高波で、さらわれたと伝えられている。また、弁慶にまつわる伝説として、島の中央部北側には、弁慶の足跡と伝えられているくぼみもある。 ありがとうございます。